はい、ザ・ゲームやるための春99です。今日ご紹介するアイテムはこちら、ゴールドシーバーさんのですね、懐かしのゲームアブディポストですね。今日はこちらご紹介したいと思います。はい、このアブディポストですね、まあ1996年のゲームですかね。まあもう随分古いゲームになっちゃったんですけども、まあこちらですね、まあ純粋なスゴロクタイプのですね、まあスゴロクというか、まあレーシングゲームなんですけども、レースと言いながらですね、まあ本当にスゴロクっぽい動きをするので、まあその辺をご紹介してみたいと思います。はい、このアブディポストですね、まあすごい大きな箱が入っている割には、このボードとこの各プレイヤーとですね、まあこれ飛行機のレースなので、飛行機のコマとポイントを表せて、 VP を表すためのマーカーと、部品カードですね、各飛行機の部品が 1,2 の3のという3つの数字が入っているだけのカードなんですけど、この山札が1式と乗客カードっていうのは1枚、あとこのゲームの肝になっているカラカラ音になっていますけど、これがスゴロクのサイコロの代わりするんですけど、これが1個、こんだけなんですね。この大きい箱にこんだけしか入ってなくて、すごい空気が入ってる箱なんですけど、まあこれがコンポーネントになってます。アブディポストの基本的なシステムは、ただのレースゲームというか、まあスゴロク系のゲームなので、まあ極端なこと言うとサイコロ振って、ここのマス目を通ってゴールまで行けば勝ちみたいなゲームなんですね。内周はマス目が少ないんですね。ここって1、2の3でここまで行きますよな。で、真ん中だったらもうちょっとマスが多いですよ。外周はものすごいマスが多いですよ。みたいな、こういうコースになっていて、これを当然、まあ反対側の飛行場まで行けば勝ちと。で、ポイントが順位によってもらえます。まあ、こういうシステムコードしてます。じゃあ当たり前ですけど、内周行けば近いじゃんっていうところなんですけど、まあ、そこをトラップがあるっていうのは、まあ、一味かけてやるってことですね。で、何があるかっていうと、ただこれなんですね。これなんですね。こうカチャカチャ音が鳴るんですけど、これをプレイの順番が来て飛びたいなと思うと、これを振るんですね。で、振ると、ここに色が出ます。まあ、中にですね、いくつか玉が入ってるんですけど、これ今黄色が出てるんですけど、出るとここに穴が逆になってますね。で、出るとですね、ここのところに色が書いていて、黄色だったら5なんですね。だから5マス進めるんですね。で、もう一回振って緑だったら2マスしか進めないってことがあって、まあとある割合でこれ入っていて、しかもこれ抜くんですね。抜くのでプレイヤー人数に応じて実は割合が若干変わる構造になってるんですけど、まあある割合に従って入っているものを順番来たら振ると。で、振った内容に対して、ここで何マス進めるかって書いてるんで、そんだけ進むと。たったこんだけなんです。前後はすみません、逆になっちゃいましたけど、まあ、こっちから進んで、ここに行けばワンレース終了と。その時の順位において、全員どこにまで飛んでったかに応じてポイントが入ると。で、一回ポイントが入ったら、今度逆にこっちから飛んでいって、まあ、スタート地点まで帰ればいいと。そしたらまたレースが、はい、ワンレース終わるので点数があると。これ一定得点点数が入るプレイやったらおしまいと。まあ、こういうゲームなんですね。で、ポイントになってくるのはさっきの、こいつなんですけど、色でさっき指定しなかった黒色っていうのがあるんですね。黒色が入ると雷がバーンとこのボード上の全面にですよ、全員に対して落ちて、部品が壊れますという設定があります。で、内周ほど雷をたくさん受けて、真ん中から外に行くほどダメージが少ない、必ず受けるんですけどダメージ少ないということになっています。で、ここのカードですね、これが部品の表してるんですけど、飛ぶ前に飛ばないという選択肢をすれば、これをカードを引けてですね、補充できるんですね。で、ある程度補充してから飛ぶと、途中で雷にやられても墜落しない、要は足らなくなれば墜落しちゃうので、墜落しないで飛べるということがあるので、どのぐらいこれを貯めるまで我慢するか。で、ひょっとしたら内周だと2、3回連続で大きいの出せばもうかなりいけるので、僕だけはうまく運が良くて誰の時にも雷が出ないかもしれないと信じれば、もう最低限の装備で飛べばいいんですね。一定限だけ数字稼がないと全然飛べないっていうルールはあるんですけど、まあ最低の装備で飛ぶっていうこともできます。なので、ここはまあ単純なギャンブルのスゴロクゲームなので、まあたまたまですね、これが黒色が出ない時もあるでしょうし、私先日やったんですけど、私だけワンレース中に3回も黒を出しちゃってですね、みんなにひどい迷惑かけたんですけど、結局自分の手番でなくても他人が黒色を出しても全員に落雷が起き散るので、全然自分の手番が回ってくる前に自分の飛行機墜落するってこともあるんですね。墜落したらスタート地点からやり直しになっちゃうので、また部品の集め直しから始まるのですけども、まあそうしたことがあるんで、非常にライトな感じの、まあ、スゴロクとも言えますし、レースゲームですね。単純にスゴロク振るわけじゃなくて、ただ単にこの特殊な嵐マーカーっても言うんですかね、まあ、これを振るようになってるので、単純に6分の1とかではなくて、人数に応じて
ある程度人数、プレイヤー人数が多くなると、黒が頻発に出ると困るので、黒の割合が下がるような構造になってるんですね。他の入れろとなってて、人数が少ないほど、まあ、黒が出た方が面白いので、黒が出る割合を上げましょうということになっていて、まあ、そこが単純なサイコロとかでよくできているところでありますけど、まあ、所詮、こういう運任せなので、これだと 2個しか進めないし、これだと4個進めるし、みたいな、まあ、色任せで進んでいくということですね。まあ、非常にシリアスなゲームを求める場合は別ですけど、まあ軽いライトなところですね、レースゲームやるとですね、まあこの、どのぐらいまで行くんだとかですね、お前ギャンブルするのかとかですね、言いながらですね、これを振るのはですね、割と楽しいです。で、しかも、これ先ほど言いませんでしたけど、途中でこう、航路変更にですね、制限するのに若干制限があって、えらい大渋滞して、もう早く行けよとかなんとか言ってる間に、ね、雷落ちちゃってみんな墜落するとかですね、まあよくそういうことも起きますのでですね、まあ軽いレースタイプのゲームとかやってみようという時にはですね、このゲーム非常に面白いと思います。はい、アブディポストの紹介でした。ザ・ゲームギャルチャンネルの春99でした。